はい、どうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。最近ちょっとね、ご無沙汰をしてしまったんですが、まあちょっと私的にいろいろあってね、ちょっと動画撮影するようなちょっと気分ではなかったんで、まあちょっと間空いちゃったんですけどね。今回ね、ちょっとご紹介したいものがちょっとあったんで、まあ撮ってみようかなと思って撮ってます。まあ前ね、僕、ラジコンをね、ちょっと始めましたって言ってたんですけど、まあこれも子供のね、まあ、相手をこうしようかなと思って、まあ、買ったんですけど、まあ、子供のやつは本当のおもちゃでね、なんか僕がちょっと本格的なやつ買っちゃったんで、スピードが差がありすぎてね、全然こう勝負にならないというか、あんま面白くないっていうね、とこがあって、それでね、前買ったやつよりもちょっと、ワングレードアップしたやつね、ちょっと買ったんで、それをご紹介します。まあ、子供がどうしてもね、欲しいということで。それがこちら、じゃん。ね。これ前、子供に買ってあげたおもちゃのやつと同じメーカーのやつなんです、けど、これ、なんていうのかな。DEERC。なんて読むんだろう。まあ、Amazon で結構ね、評価が高かったものです。で、300E っていうね、この、型番のやつね、です。で、4WD なのかな。四輪駆動で、で、これを選んだやつね、これもね、1万5000円ぐらいするんですよ、値段がね。だから、逆に僕がこれ買ったやつが、これ、プロポとか全部セットで2万円ぐらい。ね。で、こっちのやつが、大きさがね、全然違うんですよ。ちょっとかなりちっちゃいやつなんですけど、1万5000円くらい。ね。じゃあ、なんでこれを選んだかっていうと、実はね、これね、ちょっと開けて充電とかだけしちゃったんだけど、スペアのね、ボディとかね、がもともと入ってたり、で、バッテリーも2つついてるんですよ、もともと。で、こっちのやつね、こっちのやつだと、もともとついてるバッテリーだったら、10分くらいじゃないかな。走ったらもう止まっちゃうんですよ。だけど、こっちのやつは、バッテリーが2つで、1つ20分。だから、2つついてるんで、40分ね、だいたい走らせることができるって書いてたんで、これを選んでみました。よいしょ、とりあえず。で、バッテリーの充電だけはね、ちょっと出してやってみたんですけど、ね、ちょっと待ってくださいね。実際の走行はね、今から、また行こうと思います。ちょっとだからこんな格好してるんですけどね。はい。で、とりあえず車の本体はこんな感じ。ね。で、これもカバーが2つついてます。こうやってね。カバーが2つね、ついてます。で、とりあえず、特徴としては、この、ダンパーがね、ちゃんとオイルダンパーが入ってる。ちょっとこれ取れないな。よいしょ、っていうのと、で、あと、まあ、バッテリー2つ入ってるっていうのと、で、モーターがね、ブラシレスモーターが入ってるっていうのと、よいしょ、ちょっとこれピンが抜けないな、っていうところらへんが特徴になるのかな。いいよ。ね、で、ピンで、4点で、こう、ボディ止めてる感じです。スイッチがね、ここについてます。これ多分両面テープでついてるだけやから、まあちょっとね、ボディつけた状態でも入れやすいところにちょっと移してもいいと思うんですけど。ね。で、モーター。で、バッテリーね。バッテリー、ここで、こうピンでね、これピン外して、このプラスチックのやつ取れば、まあこれね。で、これで入れ替えるっていう感じです。だからバッテリー交換するときは毎回ね、ボディ外してあげないとダメですね。これはどうなのかな。みんなラジコンってそういうもんなのかな。僕もこれ初めてね、本格的なラジコンでは買ったんで、まあ、これはもうバッテリー外さなくてもね、いいんで、ボディ外さなくてもバッテリー交換できるんで、まあちょっとなんかいろいろついてますけど、またそれはね、また別でお話をしようと思います。はい。ね。で、こんな感じです。ね。オイルダンパーがこうね、ついてて、四輪駆動でっていうね。まあ
Amazon の評価見てても結構ねスピードが出るみたいです。で大きさはね、あのまあ僕買ったこのマイティフロッグっていうのと比べるとかなりちっちゃいんですけど、早い。でその分やっぱりこうちっちゃいんでね、こけたりすることもあるかもしれないんですけどね、そのあたりはちょっとね、まあ走らせてみてということでね、やってみたいと思います。入ってるものはまあ説明書関係がこうね、入ってて、あとはこれも、プロポね、が入ってます。で説明書さっきちらっと見たんですけど、これもね、送信機の電池だけはね、単3が、3本かな、これだけはいりますね。別途購入してください。でここでスイッチオンして、でスピードのね調整ができます。マックスまでするとかなり速いみたいですね。あとはこうトリム調整、こっちでね、左右 この前のタイヤね、調整をすると。でなんかこれをね一番ね遅くしちゃうとバックができなくなるっていうコメントも入ってたんで、まあそんなときは実際走らせてみてね、検証したいと思います。だから今日ご紹介しているこの 300E かな、ってやつも単3電池3本本体以外にね買えばもうすぐ走らせれるっていうね、感じです。で個人的にはボディが2つついてるっていうのはちょっとありがたいかな。これ僕の走らせ方が悪いかな。こんなのもちょっと転倒したりしてね割れちゃったんですよね、こういうとこね。だからやっぱり転倒するんでね、ちょっとボディ2つっていうのは嬉しいかも。で充電するやつはね、こんな感じ。USB のケーブルがこうついてて、でこれが2本ついてます。でバッテリーも2つついてるんで、だから2つ同時にね、ちゃんと充電ができるようになってます。あとはね工具関係かな。なんかそうそう、なんか細かいね部品もね、なんか予備部品でついてるんですよね。これさっきほらデフ関係の部品かな、これ。だからちょっと安心かな。なんか点灯なんかこうね不具合が起きても、あとこのなんかネジ回すやつねと、あと予備のボディ止めるピンとかも全部入ってくれてるんでね、ほらピンとかなんかネジとかこのね、も入ってます。でなんかちっちゃいドライバーとですね、まあ入ってるものは以上ですね。だからこっちのやつもね、僕買ってこれみんなあるあるなのかな、こういうねボディ止めてるピンがね吹っ飛んでどっか行っちゃうんですよ。だからそういうのもね、予備でちゃんとね最初から入ってるっていうのは、いいなと。だからなんていうかな、やっぱり値段1万5000円で、まあ僕買った本格的なやつも2万円と、まあ差が5000円くらいなんで、まあどうかなっていうところはあるんですけど、やっぱり子供だしめちゃめちゃやるし、予備部品が結構ついてるっていうのは嬉しいなと思ってね、まあこういうのを選んだっていうことです。じゃあ実際ね、走らせに行こうと思います。ではでは。はいどうも、そしたらね、またちょっと河川敷、前ラジコンここでね、走らしてたんですけど、まあそこと同じとこに来ました。でちょっと風が強いんでね、マイクかなり近めにつけて、それでも風切りをね入ってるかもわかんないですけど、すいません。とりあえずね、ここに電源を入れるスイッチがあるんで、この中にね、これここから指突っ込んで入れるくらいしかないんですけど、もうちょっとね場所考えたらいいかもわかんですね、後でね。で電池は入れたんでオンね。でよいしょ。でとりあえずこれでトリム調整なんでね、これで音とと、ね、これでトリム調整ね、微調整、また走らせながらやります。でスピードのこれはちょっと走らせながらねちょっとやろうと思います。よいしょ。レビューではなんかね遅くしすぎるとバックしないって書いてましたけど、お一番遅くしてみましょうかね、遅くしたら反応しないですね。ちょっと上げるとしたしたね。
だからそれがねあるみたいですね。ちょっと全開でやってみようか。で とりあえずトリム調整しようか。ちょっとこっちかな。うん、なもんかな。うん、結構なんか早そうな感じはしますよね。はい、じゃあちょっとね、走らせてみようと思います。で、ちょっとトラック、このね、ラジコンの方にも、こう、カメラつけてね、ちょっと撮ってみたりしようかなと思って、後でね、しようかなと思ってます。ではでは。はい、じゃあね、ちょっと走らせていきますけれども、とりあえず一番ね、スピード速いモードでやってみたいと思います。ちょっとね、今、まあ、撮る前にちょっとだけ走らせてみたんですけど、結構速いですね。じゃあ、行きます。結構ね、ちっちゃいっていうのもあるんでしょうけど、速いですね。ちっちゃい子がやるんだったらもうスピンしまくってなかなかこうしんどいっていうか操作しづらいかもわかんないです。まあ、あのボディもちっちゃいんでね、そこら辺もあるかもわかんないですけど、じゃあ一番遅いモードをちょっとやってみようと思います。これ全開ですね。一番遅いモードだとそんなにコーナーもアクセルオンの状態で行ってもそんなにこうスピンするわけでもなく曲がってくれるんで、あ、子供練習用っていうか遊ぶ用にはこのぐらいでいいんかもわかんないですね。ね、ちょっと真ん中くらいのモードに切り替えてみましょうかね。次ね、次真ん中くらいにスピードしてみます。おお、これでも結構なスピード感ありますよね。おお、全開にするとやっぱりこうスピンするっていうか持ってかれる感じはありますね。はい、こんな感じです。ちょっとね、ボディのところにカメラ積んで、次撮影してみたいと思います。はい、じゃあね、ちょっと内蔵マイクに切り替えちゃったからかなり風の音入ってると思うんですけどね、まあ今からね、車のボディにね両面電源をつけただけなんで、もしかしたら外れても違うかもしれない。とりあえずね、スピードをまずゆっくりと、で、だんだん速くしていきたいと思います。じゃあちょっと見てみます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。カメラはね、車載で積んでったらやっぱり両面テープだけだとね、取れちゃいましたね。スピードを多分中くらいのスピードで走らせてたらもうね、すぐ取れちゃいました。やっぱりちゃんとね、なんかステー作って、取り付けないとちょっとカメラ搭載は無理ですね。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。最近ね、まあ、コロナ渦中ということで、なかなかね、こう人混みに行って遊びに行くっていうね、ことができない中で、まあ、ラジコンね、こういうので、まあ、子供とか、と遊ぶっていうのはね、一ついい、こう遊ぶ方法だと思うんで、で、まあ、ラジコンもピンキリでね、いろいろあるんで、なんていうかな、本格的なやつを買うのもいいんですけどね、結構ね、いろいろ、揃えてたら、お金が結構高くかかっちゃうんで、まあこういう風なね、ちょっとなんかいろいろ、こう、なんていうかな、パーツとかももともとセットになってて、部品もね、ちょっと入ってるようなものっていうのは、結構ね、ありがたいかなと思います。まあちょっとこう、車体がコンパクトでね、モーターパワーがすごくあるんで、ちょっと、こう何ですか、くる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 、僕が下手くそなのもあるんですけど、くる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 スピンしちゃうっていうのがね、確かにありますけど、まあでもスピードをね、出力、モーター出力っていうかスピードをコントロール、弱いモードにもできるんで、まあそれをね、無段階でできるんで、まあそこら辺はね、うまく調節しながらやれば面白いと思います。そしたらね、今日はこの、ラジコン、なんだったかな、ちょっと出しておきます。200だったかな、っていう、ラジコンのね、ご紹介でした。またね、いろいろネタやっていこうと思います。よろしくお願いします。ではでは、さよなら。